早速いただきましょうね。名前だって、うん、だから福岡の人曰くね、ひよこは東京のお土産だろ、だからここでねえとそんな方言じゃないかね、って言われちゃいますね。まあ皆さんも知ったかね、ひよこってのは福岡のお土産だろ、あれ東京ひよこだってね、言うとひよこ通だと思われる。さあお茶が欲しいわ。あ、なんかお茶かきんで、うん、いやいや、でも大満足の大きさでございますからね、ぜひ大ひよこチャレンジしてみてください。ありがとうございまして、福岡宮でひよこもらったようでございました。エノイーシ、皆様のチャンネル登録お願いします。シャース、はい、完食しました。完食。うん。まあ、みんな思うと思うけど、あのサイズでいいね、ちっちゃいやつでね。うん。大横、ぜひ見つけたらチャレンジしてみてください。ちっちゃい方がいいわ、やっぱり。うん、ちっちゃい方がいい。